国鉄多岐24,300軽貨車は、1974年から製作されたテレフタール3専用の35トン積貨車である。私有貨車として製作され、日本国有鉄道に車席編入された。1987年4月の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に車席を承継された。岐24,300型は、 1974年2月19日から1977年10月14日にかけて61両が三菱重工業にて製作された。落成時の所有者は三菱化成工業の一社のみであった。その後、三菱化成工業三菱化成三菱化学と社名変更があり社代表記もその都度変更した。当初は社名、社門を専用の表記板に 記入の上タンク帯に取り付けていたが、三菱火星に変更時より直接車体に表記するようになった。前車黒崎駅を常備駅として生涯変更されることはなかった。1976年8月から11月にかけて16両が積み込み口3組の内左右の2組を塞ぐ改造工事を行った。工事理由は自重軽減対策である。 多機24,329以降の車は、製造時より積み込み口は中央1箇所に変更した。最初のロットの13両の車両は軽かったため未改造であった。規せなし、ドームなしタンク車であり、200方式はマンホールによる上入れ、エアスライド方式による下出し式である。塗色は銀色であり、 全長は1 3 9 0 0ミ、mm、リメートル、全幅は 2,950mm。全高は 3,790mm。台車中心間距離は 9,800mm。事業席は43.7立方メートル。時長は18.7トン。換算量数は、赤車5.5、空車1.8。最高運転速度は、時速 75km。 台車は、多岐滝24300滝24312は、平軸受け、コイルバネ式の TR41E-13、滝24313以降は、コロ軸受け、コイルバネ式の TR225 である。1987年4月の国鉄分割民営化時には、全車が JR 貨物に継承され、1995年度末時点では、 全社健在であったが、最後まで在籍した50両が1999年6月に廃車になり形式消滅した。各年度による製造会社と、両数、所有者は次の通りである。ありがとうございます。